将棋界の熱戦とその魅力。最近の将棋界は、藤井聡太七冠の活躍や伊藤匠新叡王の登場など、多くの話題に満ちています。特に、藤井聡太七冠と渡辺明九段の王位戦七番勝負は、パリ五輪並みに熱いと評され、将棋ファンを魅了しています。今回は、観る将の漫画家、千田純成先生が描く、イラストで将棋ハイライトとともに、将棋界の最近の動向を詳しく振り返ります。藤井聡太七冠の輝かしい偉業、棋聖戦での圧倒的な勝利。藤井聡太七冠は、第95期棋聖戦五番勝負において山崎竜の八段を相手に3連勝し、5期連続で棋聖位を防衛しました。この結果彼は21歳で、永世棋聖の資格を獲得し、中原誠永世棋聖が持っていた23歳11ヶ月という最年少記録を大幅に更新しました。棋聖戦の結果、第1局、6月6日アット千葉県木更津市、藤井聡太が勝利。第2局、6月17日アット新潟県新潟市、藤井聡太が勝利。第3局、7月1日アット愛知県名古屋市、藤井聡太が勝利、防衛。山崎八段は15年ぶりのタイトル戦に挑みましたが、結果は惜しくも敗北。しかし、彼はインタビューで、藤井聡太棋聖と3局座してもっと強くなって挑戦したかったと再挑戦への意欲を見せています。彼の独創的な指し回しは、多くのファンからも愛され続けています。王位戦での激闘。王位戦7番勝負では、藤井聡太王位と渡辺明九段との間で熾烈な戦いが繰り広げられています。第1局では、評価値が、藤井聡太王位 1%、99% 渡辺明九段となり、渡辺明九段が勝利に近づいたものの、藤井聡太王位が逆転勝利を収めました。第2局では、渡辺明九段が藤井聡太王位に快勝し、両者は1勝1敗のタイとなりました。第3局では、藤井聡太王位が長時間の考慮を経て勝利し、2勝1敗とリードを奪いました。王位戦7番勝負の結果。第1局、7月6から7日アット愛知県名古屋市、藤井聡太王位が勝利。第2局、7月17から18日アット北海道函館市、渡辺明九段が勝利。第3局、7月30から31日アット徳島県徳島市、藤井聡太王位が勝利。編集担当者は、五輪と同等以上の緊迫した攻防戦に、眠気も吹っ飛んでいましたと述べ、将棋界のトップに君臨する二人の対決に対する期待感を表しています。新たな挑戦者たちの台頭、王座戦と竜王戦の注目対局、藤井聡太七冠に挑む戦いは続いています。王座戦では、永瀬拓矢九段が羽生善治九段に勝利し、藤井聡太王座への挑戦権を獲得しました。この両者は、過去にも熾烈な戦いを繰り広げており、2023年の激闘を思い起こさせる対決となることが予想されます。永瀬九段は1年前の雪辱を果たし、王座奪還を狙います。竜王戦では、広瀬章人九段と佐々木勇気八段が挑戦者決定3番勝負で激突します。広瀬九段はかつて竜王位を保持し、佐々木八段は昨年度の NHK 杯で藤井聡太七冠を決勝で破った経験があります。どちらが勝ち上がるか、ファンの期待が高まります。伊藤匠叡王の台頭。藤井聡太七冠と同学年である伊藤匠叡王は、6月に叡王位を獲得し、初のタイトル保持者として公式戦に臨みました。彼の対局相手は、タイトル6期を誇る大棋士、郷田真隆九段であり、将棋界の伝統にのっとり上座に座る伊藤叡王の姿勢が注目を集めました。伊藤叡王は、今後もタイトル戦での活躍が期待されており、彼の将棋スタイルと実力がどのように成長していくか、注目されています。女性棋士の可能性と挑戦。西山朋佳女流三冠の挑戦。西山朋佳女流三冠は、棋士編入試験に挑戦し、将棋界初の女性棋士を目指しています。彼女は直近の成績で棋士編入試験の受験資格を獲得し、時代のホープたちとの対局に挑みます。西山女流三冠がどのような成果を上げるか、多くのファンが期待しています。福間香奈女流四冠の戦い。福間香奈女流四冠は、清麗戦五番勝負で加藤桃子女流四段と激突しています。両者は1勝1敗のタイとなり、2強体制の維持か、加藤女流四段が久々の女流タイトル奪取を果たすか、注目が集まっています。福間女流四冠の堅実な差し回しと加藤女流四段の攻撃的なスタイルがどのように交錯するか、見逃せません。
結末、将棋界の未来と期待。アベマトーナメント2024はベスト8が出揃い、藤井聡太七冠、渡辺明九段、永瀬九段、豊島将の九段などの棋士たちが一発勝負の舞台で火花を散らしています。将棋界のトップを争うこれらの対局は、ファンを魅了し続け彼らの活躍がどのように展開されるか期待されています。王位戦第4局は、8月19日から佐賀県唐津市で行われます。藤井聡太七冠が連勝し、二つ目の永世称号となる永世王位に王手をかけるか、渡辺明九段が巻き返しを図るか、興味がつきません。どの舞台もパリ五輪に負けない熱気を放ち、棋士たちの奮闘が続きます。将棋界の未来を担う新しいスターの登場により、今後の将棋界はますます盛り上がりを見せることでしょう。寝不足な日々が続くことを覚悟しつつ、将棋ファンはこれからも目が離せません。このように、将棋界の熱戦とその魅力を詳細にお伝えしました。